ちは。こんにちは。はい。さあ、今度はさあ、カーじゃないの。はい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 、ということで、はい、次セリーグのタイトルいきましょう。パリーグはね、はい、前回お伝えしたので、はい、背の塔からいきましょうか。背の塔。うん。なんだ背の塔。セリーグの投手部門からまずは。最多勝防御率どちらからいきますか、はい、まあ最多勝だよ。最多勝は巨人の山口投手15勝、まあ、あのあれだよ、3部門取ってるでしょ。あ、そうですそうです。奪三振、あと勝率もそうですね。勝率もそうだよね。そうなんですよ。まあ最多勝よく頑張ったな。で、うん、パリーグの最多勝と一緒だな。15。あ、そうですね。そうだな、一緒だ。並んで、まあ有原が15、はい、いやでもここら辺不満だけどさ、もうちょっと、もうちょっと18ぐらいってほしいよな。そうですね、18、うん、だって143試合って多くなってるでしょ、試合数が、うん、そこで昔の最多勝ってさ、まあ、20勝いったりだとか、はい、20勝手前だとかさ、うん、そのぐらいで取ってたからね。そうですね、18多かったです ね。だから15っていうのはちょっと、うんうん、俺期待値が山口に対しては高いから、はい、15っていうのはちょっと少ないような気がするけど、うんうん、でもその中でも一番勝ったっていうのは、うん、まあ評価されるよね。そうですよね、うん、その中で、うん、まあ、防御率じゃないや、奪三振、188、ね、あの奪三振取るのもさ、今永がデーゲームで投げてて、はい、抜いたんだよね、うん、山口を、うん、でその夜ナイターで山口が投げるという、でまた抜き返して、うん、だからあれ後で投げててよかったな、先じゃなくて、ね、いや両方で投げたら分かんないじゃない、あーどっちが、あ、そっかそっか、でもまあ三振を取りには行ったと思うんだけど、はい、あといくつっていう目標がすごく設定しやすかったと思うんだよね。そっか、うん、だからもう計算して取ってたよね、この数字。笑ったのがさ、うん、こいつめちゃくちゃ意識してんなっていうのは、うん、バッターピッチャーの小川が立ったんだよ、ヤクルトの、うんうん、ね、うん、そしたらボール3まで行ったからね、おいおいそこ鉄板で取れよってピッチャーじゃん、鉄板で取らなきゃいけないのに、もうなんかさ、優勝がこんなになっちゃってさ、意識しちゃってピッチャー相手にですよね。そうそう、まあ結局三振には取ったんだけどさ、うんうんうん、まああれ取らなかったらなんかちょっとガタガタになってたんじゃないかなって思う。逆にね、なんかそういうお茶目な部分もあるんだよね。いや、お茶目、こいつお茶目なんだよね。そうなんですね、面白いんだよ。あ、そうなんだ。そうそう、なんかちょっとほら風貌はね、一見ちょっとんで思っちゃうじゃないですか。あ、ちょっとあれなのかなって。お茶目だもん、お茶目、ね、お茶目。そう、いいやつなんだ。そうですよ、大人しい、うん、いいやつなんだ、一緒にやってたし、はい、で、もう一つは勝率か。勝率です。あ、まあでも負けなかったっていうことだよね。だから結局そうですね、うん、強いな、そういうの。いや、それは強いっていうかさ、うん、やっぱ菅野も11勝してて、うん、貢献はしてるんだけど、うん、なんか菅野のこうイメージっていうのはあんまなかったじゃないね。あ、いや、さすが菅野っていう姿は今年、うん、まあ、あんまり見てないよね、はい、だからその中であの山口が逆に支えていったというね、うん、うん、だから、まあ、素晴らしいこれ三冠だと思うよね。そうですね、それも優勝がついたっていうのが価値あるよね。そのプレッシャーの中で投げてたという、確かに、その中で勝率も取れたし最多勝も取れたし、うん、奪三振も取れたというね、うん、まあ、奪三振はなんか抑えの経験が生きてるのかなって思うよね。そういうのってあるんですか？あるある。やっぱり抑えのピッチャーって一番、うん、一番の条件としたら三振の取れるピッチャーだもんね。そっかそっかそっか、うん、だから山口は取り方を知ってるというかさ、うんうん、あ、じゃあ抑えの経験が生かされてこの奪三振のタイトルにも、うん、あ、そうなんだ。そんな感じがするよね。お、はい、あ、じゃあ抑えの選手ってまた先発に戻すっていうのもあり、あれあれあれ、ね、もちろん。お前いいピッチングするよ。あ、そうなんですか。過去あの抑えやってて、うん、急にちょっと抑えの調子が悪くなって、うん、まあ、ちょっと先発行ってみるかって言って、うん、高騰するピッチャーってたくさんいた。あ、そうなんですね、うん、だからその一球の大切さとか重みっていうのはよくわかってるよね。はぁ、うん、そっか、はい、まあ三冠おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続いて防御率は、はい、最後までわからなかったですけれども、はい、中日の大野雄大投手が取りました、ね、はい、大野は頑張ったね今年ね。去年は昨年ゼロだよ、勝ったの、うん、勝てなかったんだ。そうそうそう、まあ、その中で、まあ、序盤打ってくれなくてね、勝ち星がつかなくても本当に一生懸命投げてたよね、うんうん、だからやっぱ神様見てるんだね。頑張った選手、辛い経験をした選手を、うん、でノーヒットノーランもやり、
あの喜び方すごくなかった。すごいよな。びっくりしました。久々にあんなに飛べるんだと思う。人はあんなに飛べるんだ。そんなってさ、いやすごい、何事かと思うぐらいの、でもそれぐらい嬉しかったんですよ、ね。いやそりゃそうだよ、そりゃそうですけど、そりゃそうだよ。もうなんか当たり前のことは当たり前にこすられてもお前反応できないよ。じゃあ豊さんもあのぐらい嬉しかったことって最近あります？ない？嬉しかったことか。嬉しかったこと、いやそりゃやっぱり YouTube で、うん、まあ、原監督とコラボができたりだとか、そりゃ嬉しかった。でもあそこまでは飛ばない。いや飛んでもいいぐらいだけど、お前監督室で飛べるかお前こうやって。いやでもこれやってたから、いや、スタッフが感動してたよ、うん。いや見てる私も感動しましたけど、そうですよ、うん、あのぐらいのじゃあ嬉しさが大野投手も、まあ嬉しいっていうか、なんていうの、監督室に入れたからとかじゃなくて、うん、まあ、原辰徳という人間が、まあ、同級生でいて、うん、で言ってくれたらね、俺ちょっとチャンネル出てよって言ったらね、出てくれないかっていうお願いしたら、うん、お前豊何言ってんだと、うん、お前同級生じゃないかと、うん、出るよって、監督すごいよって、即答で本当かって言ったら、うん、で27日はって言ったら、うん、広報をすぐ呼んで、うん、あの27日監督室で豊の、うん、あのチャンネル出るから、そのすぐに決まった、うん、だからセッティングしといてくれって、予定を入れといてくれって、うんうんうん、すぐだよ、即答、早っ、はい、しかもまあ、まあ優勝決めたけど、まあシーズン中といえばシーズン中じゃないですか、まあ優勝決めて、うんうん、だけどね、うん、まあ、ちょうど行った日が阿部慎之助の引退試合というかさ、はい、引退セレモニーがある日だったんだよ。だから忙しい中やってくれたんだけどね、それは嬉しいですよね。いやそれはあの同級生の気持ちとして嬉しかった。だから監督室に入れたとかそんなんじゃなくて、その気持ちが嬉しかったよね、うん、だって原監督も豊か分かってるよねって、俺の気持ちって、いやそうだ、ね、言ってたから、ああそうか、まあ、同級生っていうのは豊かさんから昔から聞いてたんで、お前こうやったら お前還暦違う、お前こうやるとお前あれ一緒になっちゃう、無理してんなと思うよ。だいぶメス入れてんなと思うよ。入れてないし。還暦ではないけど。そうだ。うん、あ、じゃあ豊さんのじゃあ今年一番嬉しかったことが、やっぱり原監督とのあのインタビュー。の気持ちが嬉しかったって。気持ちが。インタビュー自体はもう俺の中では、うん、まあ二人が喋ればそれでいい、うん、成立。その豊がお前何言ってんだ、同級生だろって、お前遠慮しなくていいよ、監督室で誰も取ったことがないから入ったことない、そこで取ろうよって言ってくれたことが嬉しかったのと、うん、その YouTube というチャンネルを原監督がそういう風な目で見てくれたということ、うんうんうん、一つのそうですね、ややもすれば軽く見られるじゃない、確かにね、うんうん、だけどいやいや何言ってんだって、うん、寝るよって、それが嬉しかった。やってる甲斐があります。そうですよ ね、いやこれからもっと頑張ろうと思ったよ、うんうん、では多分大野投手もだいぶそれたな。でも大野投手もこれで来年も頑張ろう、うん、まあまあ、あの今年ね CS 出られないですけれども、そう、うん、いやでもね確実に中日は強くなる。本当ですか、うん、これで強くならなかったら絶対おかしい。いや私こうはっきり言っとく、これで強くならなかったら、うん、監督、コーチ、スタッフ全部変えた方がいい。え、そのぐらいチームとしては、まあ、フロントも変わった方がいい。本当ですか？絶対強くなる。え、それはどこを見てそう？俺は来年は A クラスになって必ず入らなきゃおかしいと思ってる。本当にですか？いやいや、そのバッ、お前中日は？中日涙ぐんだよ。涙ぐんだ。私中日でも好きなんですよ。いやいや、でもあそこの打線とか、うん、選手の層とか、うん、いろいろ見ていくと、うん、俺は全然引け取らないと思うし、うん、投手陣がちょっと弱かったんだけど、はい、やっぱ大野これが軸になるよね来年から。わあ、やっと、ね、うん、で両外国人なんてロドリゲス、はい、取ってますよね、ね、なんかあれ取ってるでしょ、はい、タイトルとか、うんうんうん、もうだいぶ揃ってきてるんだよピッチャーも、うん、若いピッチャーも、梅津とかもいるし、はい、だからこれはある、はい、絶対。ということは中日のあの黄金期あったじゃないですか、まあ、麻生だったりとか、うん、いたね、いたじゃないですか、 あの頃の、うん、まあ、投打においてのその黄金期がまた中日にやってくる。これが継続して強くなるかわかんないけど、うん、来年はチャンス。これ中日ファンの方、うん、もう来年すごい期待
待してるし、今の言葉すごい嬉しいと思いますよ。もう俺の言葉が嘘だったら、うん、俺が中日行って、うん、立浪監督にするから。俺がじゃなくて、そうだね、来年は必ず強くなるって、もう信じなさい、これ。めっちゃ、私それめちゃめちゃ楽しみです。全球団好きですけど、うん、やっぱり中日、あの強い中日をもう一回見たいと思っている一人でもあるので、あ、これは嬉しい。いや、絶対強くなる。わあ、嬉しいな、はい、それは。大野、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。さあそして、はい、あ、じゃあ中日つながりでいくと最優秀中継ぎ賞に、はい、そのやっぱロドリゲス投手、はい、俺絶対噛むと思った、もう一回言ってみ、最優秀中継ぎにロドリゲス投手。お前さ、お前本当はアナウンサーか。アナウンサー、ブグバグブグバグミブグバグ合わせてブグバグムブグバグ、あ、大丈夫ですよね。最優秀中継ぎにはロドリゲス投手です。打てないよね。早いよ球ね。球早い。そうですよね。うんうん、いや、これはやっぱりいい投手を取ってくるね、中日は。中日、外国人がいい。そうなんですよ。うん、そう、ね、南米から取ってくるんですよ。そうそう、うん、今年でもアルモンテが普通に働けば、うん、もっと上位だったよね。いけましたか、 A クラスは。アルモンテ、ね。アルモンテ。テルモンテじゃない。アルモンテどっちだ。テルモンテじゃない。アルモンテ。そうだな。いやいや、本当に。党だと思う、うんうん、揃ってきてる、楽しみだな。だからこの最多中継ぎ、うん、ね、うんうん、いいよね。誰、ロドリゲスそう言えたね。よかったかも、はい、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、そして最多セーブが DeNA 山崎、ねうん、やっぱ山崎が横浜スタジアムで、うん、コールを受けて車で出てくるときに、うんうん、矢崎コール、うん、あれはいいな、いいですね、やってくれるという思いにファンもなるし、そうだな、うん、抑えてくれるだろうなっていう、うん、まあなんかすごく安定感だったね、はい、今年はね、うん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 、なんかバタ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 する時もあったけど、はい、でも今年は普通にこう安定してたかなっていう、うん、そんな感じがするよね。あ、しますか、うん、するする、うん、じゃあこの今回タイトルを取った顔ぶれを見ても、うん、豊さんの中ではもうそうだよなって、入ってなくておかしいなっていう選手とか投手いました。まあまあやっぱここに入ってないような菅野がちょっと入ってない、どの部門にも入ってないっていうのはちょっと寂しい気がするけど、うん、去年あれだけどね、やっぱ日本のエースだからね。そうですね、菅野投手は、うん、だからまあ体調も万全ではなかったし、はい、だから早く体調万全にね、うん、戻してまた頑張ってほしいと思います。そうですね、はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。